にちは。新しい猫ちゃん。はい。結構どなたか言ってもらった感じ。鼻水出たりします？鼻水はそんな、あ、でも鼻はたまに濡れてはいるんですけど、うんうん、汚れたりはないですね、お鼻。そうですね、汚れたりはないです。あと目やには出るぐらいですか。あ、昨日ちょっと取っちゃったんですけど、うん、まあ、ちょっと直接見た分では、あの、お腹の虫は大丈夫です。大丈夫です。一応お注射していきます。で、はい、もしちょっとそうですね、くしゃみとか、はい、この風邪っぽい症状がもしひどくなるんだったら、ちょっと早めに中に出てきて、はい、目やみ自体もなんか目に異常があるとか、はい、結膜炎みたいな感じで赤くなってるとかっていう感じではないので、はい、ちょっと様子見ながらと思います。はい、じゃあちょっとお注射していきます。はい、お願いします。最初に怖いだろうから、うん、ね、
ごめんね。ちょっとねチクッとするけどね。ちょっとお注射で若干熱が出たりする子もいるって言われてるんで、はい、もし今日夕方とか午後、はい、なんか少しおとなしそうだったら、はい、ちょっとその影響かなと思っててもらってていいかなと思います、はい、2日も3日も続くとかあるようだったら言ってください。はい、わ、はい、かりました。チク、治った平気じゃないかもしれない。もうカチカチだね。ごめんごめん。我慢できた。ごめんごめん。はい、はい、大丈夫です、はい。ありがとうございます。はい、入りますよ。はい、好きだね。つむじ、うん、終わったね。帰るよ、うん、帰る。お外眩しいね、うん、お外眩しいから、注射終わったから、また来月だけどね。つむじまた来月行こうね。大丈夫だったでしょ？すぐ終わったでしょ？うん、すぐ終わったでしょ？うん、じゃあ行こうか。帰ろうか。うん、帰ろう。お父ちゃん、ね、お父ちゃんに帰って撫でてもらいな。うん、ね、うん、分かった？うん。落ち着いたよ。つむじ？あ、いた。どこか隠れちゃってたのに。もう行かないよ、病院。今日おしまいだよ、おしまい。おしまいだよ、お疲れ様。お疲れ様だね、つむじ。どこ行くの？お兄ちゃん上だよ。つむじ上行く？おしっこしなかったね、偉いね。くしゃくしゃだけど。よいしょ。つむじ上行こう。つけただいま。おいで。お疲れ様。知らない人の匂いがついてるね。